おはようございます。カトエルです。高校2年生の時に立ち上げた ERU という屋号で寄せ木アクセサリーを販売したりギター制作をしている18歳です。 YouTube では900坪以上ある土地の一軒家を改装して画廊喫茶を作っている様子を投稿しています。今日も一日よろしくお願いします。はい、床板を張る前にここにでかい針が何本か入ってて、そこに這わせる材を切っていきます。湿気とか寒さ対策のために床板の下にビニールを敷いていきます。はい、ガラスウールを開けました。まあ、どの家にも入ってると思うんですけど、このガラスウールをと床下に入れていきます。でこのガラスウールは保温機能があるので、このガラスウールを入れることで、まあ、北海道なので寒さに強い家作りをしていきたいと思います。はい、12時になったのでおばあちゃんが作ってくれた昼ご飯を紹介したいと思います。はい、食事なんですが、カメラの誤作動により保存されてませんでした。すいません、明日からちゃんと保存されてるか確認してご飯の方を紹介していけたらなと思います。ごめんね。はい、さっき紹介した断熱材の下にこのスタイルフォームを入れていきたいと思います。スタイルフォームとこれから貼る断熱材の間にこのビニールを敷いて風が通らないようにしていきます。こんな感じで断熱材置いといて、こっち側の床ができたらこれを伸ばす感じで断熱材を入れていきたいと思います。この幅が中途半端な断熱材を入れるところは、家を壊した時に出たまだ使える断熱材を入れていきます。はい、隣の床をどんどん作っていきます。はい、たわむ細い材の下にこのブロックを入れて
強度を上げます。はい、今日はこんな感じになりました。床の作業が結構進んで、明日もその続きをやっていきたいなと思っています。と今日からここの右上の方に時刻を入れてみました。1日の流れがどんなペースで進んでいるのか分かりやすかったのではないでしょうか。まあ動画的にももっと改善するところはたくさんあるんですが、こんな動画が見たいとかぜひあればコメントをお願いします。インスタグラムやツイッター概要欄の方に貼っているのでチェックお願いします。チャンネル登録高評価お待ちしてます。今日は一日ありがとうございました。また明日も頑張ります。